アソシアシオンスポルティーブピレーは、フランス領ポリネシアタヒチ島、ピレーに、本拠地を置く総合スポーツクラブ。サッカー部門は、党内トップリーグのタヒチリーグアンに所属する。1948年創設。1989年にリーグを初制覇し、2006年には、オセアニアクラブ選手権で準優勝。2015年には、タヒチ代表として、 フランスサッカー連盟が主催するカップ戦、クープ・ドゥ・フランスに出場した。2019から20シーズン、12勝1敗2分という成績を残し、通算9度目となるリーグタイトルを獲得。2021年の OFC チャンピオンズリーグの出場権を獲得したが、新型コロナウイルス感染症の世界的流行に伴い大会が中止となり、 本来優勝チームに与えられるはずであった FIFA クラブワールドカップの出場権はオセアニアサッカー連盟の推薦によってニュージーランドのオークランドシティ FC に与えられた。しかし2021年12月31日新型コロナウイルスのオミクロイン型変異株の急拡大を受けニュージーランド政府が国境規制措置を延長したことによりオークランドシティは 前回大会に引き続き出場を辞退することを表明。これを受け、新たに AS ピレイが大体クラブ並びにオセアニア代表として2022年2月にアラブ首長国連邦で開催されるクラブワールドカップに出場することが決定した。ありがとうございます。